こんにちは。オッスオッス。スーパーロボット対戦アルファガイデン縛りプレイ、やっていきます。縛り内容の詳細は、概要欄か1話目の動画で確認をお願いします。ということで前回、宇宙に飛んだガロードたちだけで音対象と戦闘しました。正直今後の銀河ナム艦隊との戦闘が怖くなるステージでした。アルファガイデンって思ったよりもアイフィールドが邪魔になるんだなって改めて感じました。サテライトキャノンってそういえばビームでした。そんなわけでムーンレースからラーカイラムを奪い取り、ブライトさんたちも宇宙で合流。なお宇宙ステージはない。宇宙に上がっても宇宙で戦闘するとは限りませんでした。アルファガイデンは本当に宇宙ステージが少ない。そして前々回のステージクリア時に、いろいろと機体を入手。V2 のバスターパーツを入手し、V2 アサルトバスターになれるようになりました。基本的にアサルトパーツの方が入手が早く、バスターパーツは入手した瞬間アサルトバスターになってしまうため、最も出番がない V2 バスター。まあ実際バスターパーツだけつけて運用するメリット皆無ですからね。そして会話などが何もなかったけど、ひっそりとフルアーマーになった百式会。フルアーマー百式界といえばスパロボおなじみのイカレ性能機体。アルファガイデンではどうなのかというと、しっかりイカれてます。攻撃力が高く、射程が長く、命中クリティカル補正も良く、エネルギー消費25で打てるメガ粒子砲。相変わらず何なのかこの性能。まあこの機体の一番意味がわからないところは、なぜか急に強化パーツ装備数が3あることなんですけどね。百式と百式界が3だったからって、そのまま非結合としないでほしい。おかげさまでやたら強い武装を持っているのに強化パーツ装備数が多い機体となっています。VF11 しかりこんなのばっかですね。まあこの機体隠し機体でもなんでもないんですけどね。普通軍艦にはラウンジはありません。いろいろな施設がある戦艦なんてイルシオールぐらいしか出てこない。ここ数はまともな人が出てこない件について、アルファガイデンの登場キャラ濃すぎる。
同じ愚を繰り返すのも人間の誠の姿だがな。早速出撃です。機体数は15機。ここ最近の中では多めですね。ちなみにマップは月なので地上扱いです。宇宙とは。ということでシナリオスタート。敵はおなじみ銀河ナム艦隊。このステージでは新しくズサを発掘して使っているようです。そういえばズサンとかいましたね。月のマウンテンサイクルから掘り出されたモビルスーツで主に銀河ナム艦隊で使われていました。なお出番はあまりない。この機体 G ジェネ以外で見た記憶が本気でない。扱い的にはカプルと同様、ダブルゼータ時代のモビルスーツを発掘し、色と名前と見た目を少しいじっただけなのに、どうしてこうなった？これがネームドパイロットの有無の差である。なお見た目はズサからブースター部分を取り外し、型のミサイルもなんか一回り小さいものが片方だけについているといった見た目。ズサからブースターを取り外したら劇的に弱くなるって、ギレンの野望で思い知ってる。アクシズの脅威部位でのズサブースターはチートクラス。もう諦めなさい。あなたはここまでよ。父親がここまでやるとはな。無駄な抵抗を。いい加減にしてほしいわね。よっしゃ、ガロード様が手を貸すぜ。もう限界だ。次の攻撃を受けた。ということでこのステージですが、敵増援が何回か来ます。その条件ですが、まず最初の増援が敵機を10機以上撃墜すること。そしてその次の増援の条件が、そこからさらに敵を10機以上撃墜することです。なのである程度こちらで敵増援のタイミングはいじれる上に、先に倒しておきたい機体などを調整することも可能。縛りプレイとしては、一度に強い敵を集中させないようにできるので、割とありがたい感じのステージです。なおその代わりに時間がかかる。そんなわけで敵を何機落としたかをある程度気にしつつ戦闘をしていきます。まず最初にいる敵ですが、ミドガルド含めアルマイヤーが3隻、水ブクレことスエッソンを含めてマヒローが7機、そしてズサが8機にオドムが5機です。つまりマヒロー、ズサ、オドムを全機落とすと次の増援まで出てきてしまうということになります。一つ後の増援まではいつ出てきてもいいんですが、その後の増援は位置を調整したいので、オドムを落とすタイミングは気をつけていきたいです。まあオドムとか適当に反撃してるだけだと落とせないと思うので問題はなし。まずは近づいてくるズサから仕留めていきましょう。なおズサとオドムは最初から近づいてきてくれるので、後々撃墜する際の調整にも役に立ちます。そして今回もしっかりオドムは赤色。まあ一応宇宙なので。ちなみにこの後のステージで地上で銀河ナム艦隊と戦闘する時がありますが、その時はちゃんとオドムが黒というかいつもの色になってるという。
本当に無駄に細かい。この機体に期待はくさけたならずさんを出してくれてもよかったのよ。ずさんはともかく、フラットぐらいは出てもよかった気はしますよね。フラットって意外とゲームだと出てこない気がする。武装がシンプルっていうのはありますが、Gジェネで出てきた時にソニックシールドが防御兵装として大概クソだったのを忘れない。ブラキ少尉、突貫します。こんなところで やはりフルアーマー100式回といえばこれですよね。炸裂ボルト。本当にどうしてこうなった武装。なお多分本来想定されていた炸裂ボルトは近距離炸裂弾的な武装で、増加装甲をパージする傭兵装である。要するにやってることはこれである。まあその火薬を直接相手に叩き込んでいるので、さすがにこれよりはダメージあるとは思います。ちなみにこの命名はボルト、カッコネジを敵に密着させて炸裂させることという感じ。まあモビルスーツが持ってる武装としては、急に電撃を食らわせるよりはわかりやすい武装ではある。と言ってもガンダムには昔からヒートロッドだとか海蛇だとか、電撃を食らわせる系武装は往々にして存在しているので、突撃して電撃をかます武装でも違和感があまりない気がしてしまうのも事実ではある。最近では電撃系のパターンは減少傾向にありますね。なおスパロボ最新作の30では炸裂弾ですが、最後に出た G ジェネであるジェネシスでは電撃です。ということで敵増援、フロスト兄弟です。相変わらずリブコンチを連れて登場。ここぐらいで後継機に変わってもよかったんですけどね。アシタロンハーミットクラブ好きな機体なのでぜひ出てほしかった。そしてスエッソンが全方面に嫌われていることだけは分かった。完全に自業自得である。ということで水ぶくれさんですが、このステージでは自分から突っ込んできて戦闘してくれるみたいです。前回のステージでは回避や防御をずっとしてくる上に、ヒーローのマップ兵器を無駄に避けたりで面倒くさかったですが、今回は突っ込んできてくれるので一安心。周囲の真ヒーローと特に性能差などがあったりもしないし、パイロットの性能面でも大した差はないので、まあなんとでもなる。ただしスエッソンは無駄に指揮官技能を持っているので、落としておかないと周りの真ヒーローの回避命中が上がって厄介。技能レベルがすごい高いわけではないので、そこまで上がるわけではないですが、これ原因で避けられたりしてもイラつくので、スエッソンはさっさと落としてしまいましょう。むしろスエッソンとかの真ヒーローより横から来てるリブコンティオの方が怖い。先ほど言ったようにここから銃器撃墜するとさらに敵増援が出てきてしまうので、真ヒーローは放置してリブコンティオとフロスト兄弟を優先して落としていきたいところ。ターゲットロック、ツインバスターライフルを発射する。こんなところで今回よりウィングゼロには強化パーツで HPHGCP が装備されています。
これは毎ターンエネルギーが 30% 回復するというものであり、要するにエネルギー回復代がつくようなもの。賞をつけるぐらいならよくあるけど、代がつく強化パーツってさすがにあんまりない気がする。これによりウィングゼロは毎ターンエネルギーが57ぐらい回復します。要は現在のエネルギー量でも毎ターン1発分は回復するということ。すごい。って思うけど、やっぱこの武装燃費悪すぎるわ。さすがにもうちょっとどうにかしてほしかった。おれ、ムーンレイスを生っ白いさなぎにしたのは、あの白ひげなんだ。あの名前を思い出すと俺の DNA が沸騰するんだって。あなたたちにはディアナ様のお考えがわからないんですか？このマヒローが押されているだと？今ので終わりだと思わぬことだ。まずはスエッソンを撃墜。今回のステージではロランがターン A ガンダムで強制出撃なので、久々に使っていますね。出撃するの自体久々なロランですが、この先強制出撃ステージが増えるので、このステージで一気にレベルを周りに合わせたいところです。あなたに力を。わかりました、ティファ。僕が引き金を引きます。射程外の攻撃はセオリーだけど、不愉快だ。カリスなのでためらいなく引き金は引きます。ちなみにここは月ステージなので、月は常に出ています。月から月にどうやってマイクロウェーブ照射してるのかは知らん。なお前回言ったように、カリスは非常に人工ニュータイプレベルが高いため、回避率が高いです。ぶっちゃけジャミルより強いので、ガンダム X はジャミルではなくカリスが乗っています。なおカリスはジャミルが覚えない言語なども覚えるので、そのあたりでも便利。ジャミルはジャミルで指揮官持ちなので、周りの回避命中を上げるという大事な役割があるんですけどね。ということでフロスト兄弟がすでに近いため、マヒローやアルマイヤーと戦闘をしてる余裕はなく、先にこちらから、アルマイヤーが削れてないのもちょっと後々面倒なので、適当にイサムを突撃させてゆっくり削っていくことにします。その間にブライガーがマヒロー部隊にボコボコにされていますが、気にしたら負け。なんかこのステージの敵の狙ってくる機体がよくわからない。特にオドム。切り札は最後まで取っておくものだよ。フロスト兄弟め、
これ以上好きにやらせてたまるかよ。行くぜパーナ。ミスるんじゃねえぞガラード。素人だ。なんか普通に当たっていたいです。どうせならもう一発防御してくらってガッツを発動させたい。もう遅い。君はまんまと罠にはまったんだ。オルバ、お前の攻撃なんかに当たってたまるかよ。なおオルバの攻撃には当たってくれないみたいです。もうちょっと頑張ってオルバ。まあ 26% じゃ無理がある。と言ってもこの後のことを考えると、できればガロードにはガッツを発動させたい。うまいことシャギアあたりが当てていい感じに減らしてくれることを期待しています。とりあえず2人いても邪魔なだけなので、まずはオルバから仕留めていきましょう。このステージのフロスト兄弟は珍しく HP 減少での撤退がありません。ギリギリまで削ってレベルを上げたいキャラでサクッと落としに行きましょう。なお当てられるとは言ってない。来た。相手はフロスト兄弟だ。僕と戦うには無理があるようだね、ジャミー。射程外の攻撃はセオリーだけど、不愉快だ。ホワイトドールで援護します。バカな、なんて威力だ。当てられるとは言ってない。そんな綺麗なフラグ回収はいらんのよ。あのガンダムは俺が抑えてみせる。ということでオルバを撃墜。忘れてたけどアシタロンは陸についていたので、陸敵整備のフィンファンネルだったんですね。通りでクリティカルなのに食らわないと思った。ちなみに現在残り敵機体数が13機、総合計で30機の敵がいたので、10機以下になると増援が出てくる計算。つまりあとシャギアと1機落としたら増援が出てきます。リグコンティオも全滅させたし、ちょうどいい。この後ですが、シャギアを落としに行きつつ、マップ右上に向かって移動させていきます。なお一部の機体たちはマヒローとかの足止め剣削りのためにここに残ってもらう。アルマイヤーとか HP だいぶ残ってますからね。お前たちの存在は月の秩序を乱すのだ。引きつけて。おりゃ。でーい。攻撃などアルマイヤー3機に対しては IF19 1機の攻撃力だけだと確実にエネルギー切れと弾切れ起こしますね。まあ最悪格闘がついているので
適当に殴らせましょう。一応削り要因としてゼクスあたりは残しておくつもり。あとはなんか気ままに適当にシャギアと戦った後の機体を誰か残しておこう。ゼクスがいれば十分な気もしますが、ゴドムとかは HP 回復があってやはり面倒ですからね。そしてなかなか当たらないガロード。ガロードに攻撃命中させるのやっぱ大変なんだよね。と言ってもこれ以上回避を下げるとガッツ発動させても確実に避けられなかったりするし、塩梅が難しい。そんなわけで次はシャギアの撃墜に向けて攻撃をしていきますが、やっぱこいつ回避率キモい。忘れちゃいけないけど、これ指揮官レベル4のブライトが横にいてこの命中率ですからね。集中かかってるぐらいの補正はあるんですけどね。ガンダムタイプとの戦闘は慣れてる。つまらん相手だ、オルバ。お前に任せるぞ。この打ち合い、コロニー何個壊れるんだろうか。こいつもガンダムか。面白い。お前の動きは全てゼロが教えてくれている。とりあえずサテライトキャノンはヒット。あんなもの売ってたらかつて戦争があった、じゃすまなくなるわ。ということでシャギアとの戦闘ですが、まずはいつも通りメガソニック砲を撃たせまくってエネルギーを切れさせに行きます。キュベレイが被弾しましたが、これでエネルギー切れ。射程の長い武装はもうないです。さすがにメガソニック砲に直撃するのは痛いので、こういった形で攻撃力の高い武装はまず封じます。そしていい感じに HP も削れてきたので、一応ガロードを寄せてガッツ発動を狙いに行く。こっちから攻撃してもよかったけど、反撃がさすがにちょっと怖い HP でもあったので一旦敵ターンで。シャギア撃墜のためにもうこれ以上機体数はいらなさそうなので、他の機体たちは右上目指して移動開始。移動先は右上にあるドーム状のものの先ぐらい。割と距離があるので、早めに動き出しておきましょう。そして集中攻撃されるラーカイラム。指揮効果のために残しておきたかったけど、ちょっとこれこのまま残り続けると落とされる可能性あるな。マヒローの数を減らすこともできないし、ここはおとなしくシャギアをさっさと撃墜して、ブライトさんも距離を離した方がいいかもしれん。ブライガーと違って戦艦の修理は HP が多くて面倒ですからね。ということでガロードは軽くシャギアの攻撃を避けてしまったので、ある程度諦めてシャギアを落としに行きます。と言っても命中率は大概ヤバい。というかこれ本当に当たるんか。急ぐのはお前の勝手だがな。届かんか。味な真似をする。まあこうなりますよね。 50% の攻撃がそうそう当たるとはさすがに思ってない。と言ってもレベル的にできれば受動で落としたいところなので、ここは少し粘りましょう。
まあ、アムロさんたちはどうせここから移動に時間がかかるのでいいでしょう。ガロードは G ファルコンのおかげで移動力はあるので、後からでも多分追いつける。受動に関しては、ここに残ってマヒローの処理とかでも手伝っておきましょう。そしてなんか知らないけどボドムがゼクスを無視してどこかに移動を開始しました。なんか知らないけど右上目指して移動しているみたいです。誰を追っかけたらこうなるのかさっぱりわかりませんが、おとなしくボドムに関しては右上に行った部隊で後処理しておくことにしましょう。ある程度ゼクスで削っているので、HP 回復込み込みでもさすがに満タンにはならないはず。移動するボドムと移動しないボドムがいるの本当にわからん。なんだこいつ気功師かなんかか？本当に何を目指して移動しているんでしょうねあれ。そして今日もガロードはシャギアの攻撃を避ける。おとなしくガロードが当たってくれればシャギア相手の命中率も安定して落とせるんですけどね。そしてアルマイヤーの HP もなんやかんやで結構減ってきました。落としてしまうと増援が出てしまうので、落とさないように調整。後でまとめて落としに行けるようにはしておきます。そしてこのありさまである。ブライトが2マス以内のところにいて、命中補正の高いファンネルで 52% だったんだから、まあそうなるよなっていう命中率してる。やっぱりここ最近のシャギアとオルバちょっと強くなりすぎじゃないですかね。無駄に機体性能を上げるくらいなら、おとなしくチェストブレイクとハーミットクラブ出せばよかったのに。素人が届かんか味な真似をする。あなたに力を。よし、月が見えた。そしてぶっ放したサテライトキャノンが当たってシャギア撃墜。なんかいろいろ腑に落ちないところがありますが、まあ落とせたので OK です。ということで今回はここまでです。増援出現タイミングを調整していた関係で、時間がかかるのは分かっていたので仕方ない。それでは、ご視聴ありがとうございました。